どうも、こんばんは、NM です。今回は東京ぐるりインボーク新しいイベント魅力的な仮面の世界 A をやっていきたいと思います。使っていくのはこのパーティーですね。いつもと違うのは重蔵が入ってるとこぐらいかな。はい、あやとおのけで重蔵を入れました。で、フレンドに強いあやとを連れてきてますね。社会人になってから全くインボークする時間がないんですけど、ランクも全然上がんねえし、全能も回れねえし、確か6ターン以内で、スキルでフィニッシュだったのかな。まあやろうか。ブレイクはまあ全然できるか。時々硬いのいるじゃん、ヤモリでブレイクさせれないやつ。どうしよう、これ重蔵でバフかけた方がいいのかな。俺の重蔵スキルの溜まりが、ハークなるほどね。インボークやるのさ久しぶりなんだよね。すっかり忘れてたわ、ヤモリがブレイクさせたこと。老害かな。スイッチじゃねえ、なんだっけ、4ターンでしょ。4ターンきつくね。ヤモリ出して、いや重蔵でさ、どっかでバフかけときたかったんだよね。ここで2ターン使ったの、2ターンじゃねえわ、2個使ったの痛いな。ブレイクさして、重蔵を貯めて、ここでね、こうやって重蔵を貯めの、ちょっと待って、こっちでちょっと1回あやとしばかしといて、これまさかあやと、あ、SR オールアッパーか、あーつけてんの多分そうだったな。あ、やべ、しくった。そっちじゃなくてこっちなんだよな。ほいっと。で、多分タマルーの、味方バフだから、多分だけどスキルブーストつけたらさ、重蔵の2ターン 160% アップのバフは4になるよね。多分だけど。ああ、4体になる。いいですね、この演出。Dだよ。これ持っていけるかな。いや、持ってけなさそう。いや、でもここで使うのなしだよな。でももう2ターン使ってるしな。いや、ここ1回見送るか。もったいねえな。金木のスキル普通に使ってもよかったかも。こんなとこでターンを消費してる場合じゃないんだよな。あやともスキル使わしときたいんだけど、うわー、きつい。ここでやって、こっちをブレイク寸前まで持っていきの重蔵に試さすか、あやとなんだよな。いや、あやとにしよう。あやと試さす。いけいけ、ああいかねえか。たまりのスキルブースト使いの、重蔵のバフがあと2ターン生きてるから、ここで持っていきたいんだよね。持っていけるか。うわ、あ、いけるいける。ブレイク C ので、あと一発殴りので、これ今3ターン1234か、4ターン消費。ウタさん、あ、1人だけなんだ。はい、どうしようかな。これまあまだ重蔵のバフこのターンは生きてるから、交代させの殴りの、たまんないかな。たまっ、あ、やっべえ。あ、いやで、これでアヤトに殴らせた方が多分俺の全然育ててね、金木よりかは、あ、いいはず。いや、硬いな、ウタさん。これ確か豪華4ターン目だよね。1000-7やるね。いや、いけっかな。重蔵のバフをここでかけ直して、そこ行ったら、押すのです、押しとる、しちゃっても、これ今5だから次で6だよな。いけそうだな、普通に。かわいい。だから重蔵のスキル演出はなんか全部見ようかなっていう気になりますね。
ほら、あ、スキル使ってこないんだ。で、このターンで仕留めなきゃいけないと。でもこれ仕留められんのか怪しくね。え、無理くさくね、これ。黙ってみてろ。最後、ちょっと待って、銃像殴らして、金木、殴れ。殴れ。殴れ。うわー、これブレイクしないな。ってことは6ターン以内、無理。あ、するわ、これ、普通に。でも、HP あれ削るん、無理くさくね。あれ、これブレイクの時チャージ溜まったらすぐ打てなかったっけ。なんか来た、びっくりさせようと思って 200% のダメージ、そこまで効かなかった。あー、無理だったな。6ターンか。やっぱ俺途中で金木のスキルを使わずにあそこで置きっぱなしにしたのがダメだったんだな。あそこ普通に行ったんで突破してたら、あー、いけたんだろうけど。で、これで SR のあれかな、ウタさんがドロップするのかな。ああ、しなかったっすね。ということで今回は、なんだっけ、名前忘れちゃった。魅惑的な、なんちゃらじゃなかったっけな。ああ、そう、仮面の世界でしたね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。